皆さんこんばんは、国尾です。本日はね、ね今日ですよ、7月の9日、20時に、YouTube ジュースジュースチャンネルに上がった、オリジナルはミーシャ二2 0 0 9年のリリースですね、会いたくて今、この曲の高木さゆきカバーバージョンを即攻解説する、そんな動画にしたいと思っております。国尾チャンネル、まぁ、あ、こんな感じで、ハローの話題。 結構速攻性のあるやつもやっていきたいと思ってますのでチャンネル登録ご協力いただけたら嬉しいです評価はしてくれたら嬉しいけどまあお任せしますでそんな感じですねで速攻解説ですのでここ最近ですかソロフェス上げてますよねであのやってるような感じの深掘りしていく動画とは少し趣旨が変わってます、まあ、どういうことかというとうーん細かいところの歌唱の ポイントととといううのを原曲と比較して,っていうとまあやるっちゃやるんだけどあのそこが一番プライオリティ高い部分じゃなくてどっちかっていうと僕の思った感情とあと高木紗友伯という歌手というのの本質のところそれも歴史的な彼女の物語というところを多少は加味しながらお話ししていくようなそういうふうな感じになります。な、ま、ん、あ、でかって言ったらこの1曲の中でもやっぱ歌手って人生歌味ですよね。 そこら辺が物語ヒストリーとして届く部分があったんでそこもピックアップしていきたいっていうそういう話ですねさあまあまあとはいえ <laughs>、ね、長いな話音楽のリスナーにも共感得れんじゃないのかなと音楽ファンにも共感得れんじゃないかなっていうお話していきますよじゃあ早速いっちゃいましょうか、ね、今回も皆さんにお届けする上で3つテーマ分かりやすいんじゃないかなと思ったので大枠分けてみました、えー、1つ目 歌手高木さゆきまあさゆきちゃんどんな感じの歌手だったのっていうところをさらっとおさらいしますこれが1個目と2つ目、えー、会いたくて今原曲のミーシャバージョンとの比較まあこれ、ね、カバーですから比較は避けられないものでございましてで比較していくことによってよりこのバージョンというのの鮮明度がどちらの立場からでもミーシャさんのファンの立場でも高木さゆきゃんのファンの立場でもわかるような感じ、まあ、そういうような <laughs> おお話を目指しておりますなのでこれもお付き合いください。ね、であと3つ目ですね高木さゆきちゃんのテクニックで今回見れた特筆できる部分この辺が僕の中で物語とかちょっと思い起こすところもあったりして仮説も入ってるんですけどその辺をお話ししていきたいと思っております。まああえてサブタイトルつけるとしたら引き算の歌唱ですね。 僕の過去の高木紗友希ちゃんの動画でもいくつかでお話ししている彼女の引き算歌唱についてというところたどり着いた経緯みたいなところもお話ししていきますでは行きましょうかね一つ目歌手高木紗友希とは <laughs> ちょっと偉そうだけど、ね、<laughs> 失礼いきますよ歌手高木紗友希とはねハロメンでは少々到達度というのが歌手音楽のアプローチ両方の面で別次元って考えてください これなんでこういうこと言うかというと、まあ、音符と言葉のアプローチにドラマを作ることができる。ね、これは音楽ファン的な耳で聞いても十分に楽しめるレベル。それに到達してるのが幸喜ちゃんだと思います。ね、よくこれね言うんですよ僕。言う、まあ聞かれるんです。なんでかというと、ハロプロで国をさん歌手で聞くべきなのって今誰なのとかおすすめの。 ハロプロの歌手聞かせてくださいよ教えてくださいよみたいなことを言われるんですよね。で高木さゆきなんですけどそれを答えてしまうと高木さゆきを期待して高木さゆきクオリティの話でハローを見るというとハローの見方って見誤ってしまうんですよね。なのでここら辺というのは僕少し考えながらお話ししているところがあってまあその辺というのはまだ適切な言葉に落とし込めてないかもしれないですね。でででもまあ別次元とといいうことで理解してほしてす でわすただですよただ忘れてはいけないのは彼女はハロプロプのののアイドルででその声の持ち主なんですねでしかも相当可愛い地声を持っていてその操り方も常に研究しおそらく今この時点でも研究の途中ですこれが彼女のも,うものすごい高みのにりさらに上に行ってしまっていてより比較とかがしづらくなっているハロプロの中では歌手そんな存在だというふうに考えていただければよろしいんではないかと思います。 で以上が歌手高木佐明とはという僕なりの見方でございましたじゃあ2つ目いきましょう会いたくて今オリジナル歌唱歌手ミーシャとこの曲の歌唱を比較しますねえで歌唱する対象の動画というのを絞りました、えー、概要欄貼っときますからチャイナヒューマン TV っていうのかなオフィシャルチャンネルっていうのがありまして シンガー2020このバージョンと比較しましまたどうしてこのバージョンにしたかというと抑揚を出している部分とかさまざまフェイクの部分とかあるんですけどここが高木紗友希ちゃんと比較するのに適切だと思ったのでこれをお勧めします、まあ、概要欄で後で見てみてくださいねじゃあいきますよミーシャ歌手これはねどちらかというと歌手としてですよ余力を残さず もう歌い切る感じの表現なんですかなりこの壮大で大地を感じる歌い方っていうんですか大地を捉えるというより大地を感じられるって感じですねでこの歌い方で何だろうスペクタクルにしてしまうというかそういう雰囲気なんですよで一方最近はどうなのかとここになりますまああのビデオの部分ビデオワンショットでねワンカメだった だと思うんですけど、あれもコットンクラブ的なものなのか、ちょっとバスでのバーみたいな、もしくはショーパブのような、ショーパブって日本な日本語だと違う意味になるけど、外国だとまあエンターテイメント、お酒飲めて、ちょっとシンガーの歌う時間もあってみたいな、ジャズピアノなってそんな感じですよね。で、あの雰囲気で攻めているわけですよ。あの映像だけでもわかりますよね。もしその映像を見てない人も当然概要欄にありますので確認してみてください。 でこの最近どんな感じかっていうと曇り空とか暗室どちらでもいいんですけどその中に一点の光を照らし突き刺していくようなそしてその光を調整して表現していくようなそんな声でこの曲にアプローチしていきますねで高音のパートってあるじゃないですかで高音のパートで照らした光でそこでな培われるぬくもりというんですかね でこれをこのまま保っていける声でもあるんですよ。これが僕に言わす最近の、まあ、特,徴特徴的な声でありアイドル声ではある部分だったりするんですけどねでかつこれ3つ目につながるんですけど彼女は引き算で歌の世界を作るんですね。では壮大感とは少し違う表現というふうに考えていただければ正解に近いです。ねで MISIA、まあ、が大地を感じるドカーンとフルスイングしてるんだとすればさゆきはフルスイングせず一曲に何、えー、て言うかねフルスイングしないでコンタクトして表現するっていう風なのが近いのかもしれないですね、まあ、そういうような歌手です、ね、でこれがこの2人の歌手のこの曲への歌い方特徴じゃないかなと思いましたでは3つ目いってしまいましょう 今日の3つ目、これが最後ですね。高木さゆきのテクニックで特筆できる部分。サブタイトルとして引き算の歌唱について、ここを説明して、今日この動画、速報動画は終わりたいと思います。さゆきはね、えーと、一番の出だしの部分ですね。ここ、ものすごーく静かに始めます。これ、MISIA バージョンと引き比べてみてくれれば、もらえれば分かりやすいと思うんですけど、静かにスタートし。で この動画でもお話しした引き算の歌唱というところはどういうところなのかなんですけどこれはねサビをピークと思った場合サビを1としましょうか10ぐらいにしましょうか分かりにくいから10とするとえっ、ー、とサビで何となくどんなに大きく出ても余力を残せるんですよ。で曲をコントロールするし失礼曲をコントロールする主導権を得るためのテクニックですね。 サビを10としたら最初のところを低めからいくでさゆきはこれ低めでいくもそうだけどサビの10も出さないで表現していくっていうような歌唱にたどり着いています、まあ、これが引き算ったらゆえんなんですけどではどういうことかというと,、えー、と曲の主導権ですよね余力を残すことによってこの曲をコントロールし主導権を得るためこういうテクニックを彼女は持ってるんですでジュースジュースというアイドルグループで歌っていく場合 これがこのテクニックに至った理由だと思うんですけどジュースジュースのライブとかですよねで誰がどの程度の熱量で力感でどのぐらいのパワーでつないでくるっていうのがあるから分かんないんですよでコンサートなど特にどういうとこなのかっていうとルルとか仮りんとかがもうめちゃくちゃのパワーで仕掛けてくる時あるんですよねでそれでも最強受けなきゃいけないし繋がなきゃいけないじゃないですか。 で彼女たちと同じ量で返していくっていう,うにすると最近の元々のパートというところがパワープレイを強いられていたりすごくテクニックとか高音で伸びるところあと物理的に数も多いっていなるんですけどこういうところで負担になってくるはずなんですよでこの経験から最近は自分の歌パートが回ってきた段階で力勝負を助長するような歌い方は避けてきているそんな傾向がありました。なので 利き算の仮称というのはこういうところから僕培われているものもあるんじゃないかなというような仮説ですで、これにはメリットがありますメリット説明しましょう 力をセーブするメリットとしてはもしパワープレイになった時に佐伯自身のデフォルトが7セ8 0で歌えていればですね保てていればルールがもうめちゃくちゃ120%ぐらいできたりするじゃないですか、まあ、ルールそんなことしないんですけど仮にはするけどしないですけどフルパワーが必要だったとしても大幅にコントロールを外すようなことをして付き合う必要がなく自分の持ち場というのは歌い上げきれることもできるしジュース・ジュースの曲自体も壊さないでその場を乗り切ることができるんですね。 でそして何より、彼女は誰よりもホームランバッターです。遠くまで歌を飛ばすことができるし、音域も広いですし、メロディーを操る力すらあります。でも、もうそれを <laughs> 力を得ている技術があるからでしょう。力を入れてフルスイングする必要ないんですよ。もう最近は打球を流しながら遠くに飛ばすぐらいのテクニックは持ってます。 これどういうことかというと、振り回さないでコンパクトにメロディを自分の懐に呼び込んでさばいていけて、しかもアーチも描ける。当然短ン,ンも描ける。送ることもできるし、時には見逃すこともできる。まあ、こういう感じですね。これがね、最近の引き算の素晴らしいところではないのかとは考えていました。で少々余談も入れてこの動画を締めたいと思うんですけども、僕はね、なんでこういう風に高木さゆがたどり着いたかというところ 曲を聴いていてもそうですし、彼女の歌の節々に最近見えるところなので説明しておきます。えー、っとね。ダブル 2o ですよね。2015年16年もちろん、これジュースジュースにとっては輝くべきツアーであったし、大変感動したし、僕はあれを見れたおかげでジュースジュースという見方が全然角度が変わって見ている。そんなリスナーだと思ってください。そうするとえっと武道館ああ、2016年の武道館が終わった後に彼女の喉を手術するんですよね。 これで歌,歌手としての向き合い方っていうのはすごく考えたと思います僕はこの教訓が引き算歌唱というところその後も注意深く僕は聞いているはずなのであんまり間違いじゃないと思うんですね負担をかけないその代わりパワーは維持したいそのためにできてきた自分の歌手としての道そういったところがね今回の「会いたくて今」でも随所に見られた感じがしました引き算歌唱というのはそういう部分ですね えー、抑制しながら抑揚も出せていますし音楽ととメロディーの世界を制しているる歌唱となるんですねこれは懐に呼び込んでいる部分もありますし本人の中で全然余裕で裁ける歌い方手に入れたそういう証明だった気がしますつまりまとめましょうジュースジュースでの7年の経験を一切無駄にせずそれを財産として、えー、僕たちの目の前に表現してくれた。 それが聞けた歌唱だった。ね。これが今回の会いたくて今には詰まっていたのではないでしょうか。この後は、小田さくらバージョンの速攻解説もお届けします。チャンネル登録もよろしくね。ではまた。